EA スポーツ、It's in the game。 はい、こちらマシマユーのチャンネルで間違いありません。これはね、 FC モバイルというスマホゲームアプリです。サッカーゲームです。でこの FC モバイルの公認プレイヤーを私は務めさせていただいています。あ、もう何が何やら急に試合が始まります。自分で選手を選んで自分のチームを作れるんですよ。で選手を育成して強化させてこうね対戦していくんです。で今回はこのケビンさんにご協力いただいて試合をさせてもらいました。その模様をお届けします。でね、なんでこんな動画を今撮っているのかと言いますと、私この FC モバイル日本代表インフルエンサーとして韓国に行って戦ってきます。 EA 社が主催の FC プロフェスティバルというイベントが韓国の釜山で行われていて、それに招待していただきました。おっと、そんなことを言ってる間に先制しました。よっしゃ、これ綺麗なポーランドに行って足をギリギリ伸ばしてのそれでシュート。もう前半開始早々相手にボールを触れさせずに決めることができました。先生、向こうねフレンドさんなんでナイスっていうスタンプが来ました。ありがとうございます。そう、話を戻しまして、日本、韓国、中国、タイのインフルエンサーによる FC モバイルスペシャルマッチが実施されるんです。日本を代表して戦うということなので精一杯頑張ってきます。あー、これ今通ったらめっちゃチャンスだった。そうなんだっけ、だから韓国にいる時の模様や、あー、チェフナイスキーパー、ふう、そう、話を戻します。で韓国にいる時の模様やその大会の様子とかは私のインスタグラムだったりツイッター Xだったりそういうところで発信していくと思うので要チェックして見ていてください。試合のさ、その大会の模様とか生配信あるのかな。あるかな、あるよね、わかんない。またそれも X とかインスタグラムに載せますね。チャン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 、おーい、決めろーい、決めらんないかい、届かなかった。ビニシウスからのフォローの決めてほしかった。そう、そのこの今動画を撮っている理由としましては、その FC モバイルをまだやったことがない方、どんなゲームなのかなと思っている方に伝わればいいなと思って今動画を撮っています。大ピンチだね、これどうなるどうなる、そうなの。あ、いいサイドチェンジ。そう、こうやってもう自分ってさ、そう、お、チャンス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 、おい、決めてください。そこはそう、どん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 ね、どんどんねゲームもアップデートされていろいろ改善されているので非常に面白くなっています。私はこのね VS マッチが大好きなんです。選手の育成とか強化とかは苦手です。はい、で私本当に美課金1回だけ課金数千円したことあるんですけど、本当無課金でも全然楽しめる。もちろんね、その選手をものすごい強い選手を獲得したいとかってなったら課金しなきゃですけど、全然無課金でも楽しめます。はい、って言ってる間に前半は終了しました。1対0でリードしています。はい、じゃあちょっとねこのプレイしてる気持ちで皆さんもぜひ見てください。この右にあるダッシュタックルとかいろいろ書いてあるのがそれボタン、私が操作してる模様です。あ、待ってピンチピンチピンチ、あ、決められちゃったん。いやー、これ何、原因は何、皆さん分析してコメントにください。反省点、おいおー、綺麗に決められましたね。はい、1対1です。これでね、お見事って、ありがとうって相手の方からも来る、嬉しい。そう、このスタンプのやり取りも楽しい。で私はこの FC モバイルはね、はやはやそうっていう名前でね登録してるんですよ。まさかさ、こういう公認プレイヤーになると思ってなかったから、すっごい適当につけちゃったんだよね、みんなもやるとき気をつけて、変えらんないから。今の状況ではそう、一回決めちゃうとねこの名前変えらんないんですよ。誰やねんって感じでしょ、全然理由ないのよ。その最初のさデモンストレーションとかそういうのをなんかいろいろ大変だったから、早く終われっていう意味で
へへへへって言っちゃった。それだけです。はい、だから皆さんがダウンロードして普通に VS マッチスターズのオンライン上で対戦するんですよ。時はやはやはやがいたら、あ、マシュマユーじゃんって思ってください。なかなか追加点が決まりませんね。メッシ今のは決めてほしかった。そう、今これは私今 4-2-4 のシステムでやっています。今までずっと 4-3-3 でやってきたんだけど、ちょっとなんか攻撃をね、やっぱカウンター思考なんで、ちょっと 4-2-4 の方が私には合っているんじゃないかと大会直前に気づいた次第です。はい、それがコート出るか何と出るかは分かりません。はい、どうしたどうした、それも良くないぞ。はい、注意注意だよね。カードないね。はい、注意注意です。ホーランドさん、あ、注意受けてた。はい、交代でした。はい、まだ1対1、80分。さあ動きがあるのでしょうか。さあハキミで切り返して、あーい、残念。これね結構怖いね。 4-2-4 だと結構守備がね足らないっていう事件結構発生してる。気をつけよう。さあジダン、もう体力がなくなってきている。このさ体力ある人は青なの、でも上がさオレンジっぽくなってる三角だと体力がもうねないですよっていう合図です。赤になると激ヤバ。これはクリア。ああ、はい、これね終わったと思ったんだけど延長 PK ありに設定してました。招待試合ね、招待試合にしてたんです。普通の VS マッチだとないんだけど招待試合にしてたので延長 PK があります。勝負がつくまで続きます。いいんじゃない、メッシに通って。いや、そりゃないよ、それはない、もったいない。延長戦はさ本当に時間がね全然足らないわけよ。だからもう一個一個が大事なの。何やってんの私です。はい、その全ては私の操作にあります。来たよ、チャンスチャンスチャンスだよ。いいよ、ちょっと時間かかった。まあ戻り早い相手も、どうする、どうする、何、あ、切り返し、やばい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 、あー、ナイスクリア。延長前半終了。いや、延長の後半で決まるか、はたまた PK に行くのか、一体どうなる。ナイスカット振り。はい、行こう、攻めよう。いいよ、はい、ロードリオ、いいねいいね、走ってるよ、抜けるよ、抜ける抜ける、来た来た、うぃー、なんで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 、決めて、今のは決めて、悲しい。私です、操作は私です。はい、切り替え、もう115分。はい、ここ集中しよう。おし、いいよ。さあそっからカウンター、レッツゴー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 、いいよ、走ってる、もう時間ない、ゴーゴー、完璧なカウンター決まりました。ありがとうケビンさん。はい、ということで2対1で勝利しました。よっしゃ、ケビンさん対戦ありがとうございました。こんな感じでね、ここちゃんとスタッツも出るんです。
ということで、いかがでしたか？これが FC モバイルです。11月16日に韓国プサンで日本を代表して戦ってきます。韓国、中国、タイのインフルエンサーと FC モバイルスペシャルマッチをやってくるので、皆さん応援してください。韓国の模様は私のインスタグラムや X もろもろでお伝えしようと思うので、楽しみに待っててください。 FC モバイルをまだやったことがない方がいたら、ぜひダウンロードして遊んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。